そうです、一応本当にヴェルディが地元なので、はい、実家が、はい、幼稚園の年長からはい、スクールに入ってたんですね、ヴェルディの。おお、はい。ただそれは近いからっていうだけで、はい、本当に家が一番近いのがヴェルディだったんで、はい、スクールに入ってたっていうのがまず始まりで、はい、で小2の時に初めて一応地域のチームに入ってって感じですね。それまではスクールで、スクールだけだとまあ試合とかはないんで、うんうん、で小2から、はい、町クラブに入って、はい、でそのタイミングでスクールも一緒にそれは通ってて、はい、町クラブに入りつつ、はい、でセレクションがまあスクール入ってればあるので、はい、まあ、その当時は何も分からず、ただスクールに入ってたんでセレクションあるよみたいな流れで、はい、まあ、みんな受けるんで受けたら、はい、順調に合格してって、はい、最終的に入れたって感じで、はい、小4かな、小4の時にヴェルディジュニアに入れたって感じですね。そうですね、やっぱりその、まあ、試合出る出ないもう小学生ながらあったんで、はい、そんだけのメンバーいると、はい、で僕も小5までは出れた、出れてスターメンで出れてたりしたけど、小6になってなかなか出れなくなったりっていう、なんか交互に続いてたんで、はい、まあ、そこの試合出るためにっていうのはありましたね。でまあそれで小6の全国大会とかもあって、そこで、うん、まあ、一番大きな大会って、そこでは出れなくて、はい、最後の、まあ、大事な準々決勝あたりからは出場できないっていう形になって、うんうん、で結局ジュニアユースにも上がれなかったんですね。なるほど。そのもう上がれない、うん、3人かな、15人中3人上がれなくて、はい、その3人僕入って、でまあもう小6ながら、うん、まあそれでまあ一回現実知るじゃないですけど、はい、まあそういう壁は一回そこの時点で味わったかなと思います。もうその時は本当にまあ面談見た感じで、はい、普通に号泣しましたねそうっすね。まあでもなんか小6にしては客観的にその後自分でなんか判断できてて、うんうん、でまあその後チーム、まず中学生のチームどうするかっていう話もあったんですけど、うん、なんか自分の中で勝手に小6ながら考えて、多分やっぱこっからプロになるにはどうしたらいいかっていうのを逆算、うん、その時ながら知ってて、はい、で結構、まあ、三菱大和とか町クラブ系の強豪なチームとかもあるじゃないですか、はい、うん、はい、ありますよね。なんでそういうところの練習さん一回してみるかみたいに言われたりもしたりしたりしてて、まあでもなんかその時やっぱりなんかプロ上がる行きたいんだったら J のチームっていうのね、直感じゃないですけど、でもその時は自分で思ってて、もう絶対 J ので練習参加できるところでお願いしますって言ってて、はい、でそしたらちょうど横浜 SC がその当時やっ何期間やっとジュニアユースができて何年目かぐらいの時で、はい、うん、たまたまそのヴェルディのジュニアのコーチ、ジュニアのコーチだった人と横浜 SC のジュニアユースのコーチになった人が同級生で、うん、ヴェルディで、ヴェルディのユースか、当時一緒にプレーしてたっていうのがあって、はい、で紹介してもらって、うんうん、で横浜 SC の練習受けたらぜひ来てほしいっていう形で入れたって感じです、ね、まあ僕は結果的にですけど、はい、本当にやり続ける、うん、本当に何があろうとやり続ける、うん、そしたら結果的にうまくいくようになってんのかなと思いますね。なるほど。まあ、僕の場合は小6で、まあ、うまくいかなくて、うん、それでもめげずにやり続けた、うんうん、で
まあ後から見たら、うん、そこでやり続けたから成長できたっていうのはあるんで。なるほど。本当に、まあ、僕はその経験があるんで今、うん、多分何悪いことがあっても、うん、まあそう続けてうまくいくようにっていう気持ちはもう続けられているので、うんうん、まあ、とにかくやる行動するっていうことが、まあ、先が見えることになるのかなと思います、ね、うん、辛いことだったりあってもやっぱり逆算して、うん、プロになるために